ショットも皆さんありがとうございます。そう、今日はなんかね浴衣大会みたいな、大花火大会期間みたいなんですけど、全然浴衣じゃないっていうのを、そうです、テロップで書かせていただきました。こんにちは、こんばんは、こんばんは。料理作って、料理は作れない。今日はうずらの卵を茹でました。はい、こんばんは。ナイスおでこ。そうです、今日は私の髪の毛は癖をつけたら間違えました。ずっとこうやって前髪で止めていたら、もうずっとこのねセンター分け状態で止まるんですよ。何でしたっけ、センター分けになってしまうんですよ。なのでもう無理なんです。前髪をもう一日こうセンターにしてしまったら、もう復旧はできません。復帰はないです、前髪一日。はい、ということで今日はセンター分けでございます。こんばんは。頭に何をつけて、こちらはなんだっけ、ピン止めです。そうです、ピンです。卵爆発しなかった、しませんでした、電子レンジじゃないんで。うずらの卵何に使ったの、食べるに使いました、食べるために使いました。あら、天真爛漫に咲くひまわり少女じゃなかったの、え、そうですよ。こんばんは、こんばん、ピン止めの袋がパンパンです。おじさん分ける髪がない、そういう時もありますよね、大丈夫。こんばんは。うわ、なんかうわお、文字が読めないということで、くまさんのなんか土管に入っている、くまさんありがとうございます。あ、花火か、だからだ、ありがとうございます。イエーイ、今日はラーメン記念日だってよ。え、そうなの、ラーメン食べてんの。そろそろサラちゃんのカチューシャが恋しいね。サラも好きなんで、いつでもまあ気分があったらつけます。え、全然ね、プライベートでつけてるんで、配信でつけてないだけ。サラちゃんこんばん、こんばんは。そのまま食べたの、そうですよ。どういうこと、テラヒナちゃんもおでこ出しだよ、おそろだ、パクられた。こんばんは、最近デコ出し多いね。そうかもね。遊びに来たよ。いらっしゃい。こんばんは。こんばんは。今日からイベントだよ。みたいですね。みんなに頑張ってほしいです。今日からなんだ。25日。去年はね、出させていただいたんですけど、今年はみんなの応援側に回るということで、一生懸命 NGT のメンバー。でも結構出る人数多いみたいで、そう、八宝菜に入れた残りかな、うずら。正解です。1ポイント。新潟大学近くのラーメン屋さんが閉店してしまいましたって。はあ、行ってみたい。美味しい？何が、あ、なんか、何が美味しい？すごい、花火大会だからさ。え、すごい。なんか、背景がさ、そう、始める前にさ、背景がさ、違うなって思ったんですよ。え、アイスのイベントなの？これ。どういうこと？全然理解してなかった。背景変わったら、嬉しい。おさらは美人になりすぎだよ。ありがとう。背景？叩くな、おでこ。こんばんは。サラちゃんは歌唱力ナンバーワン決定戦には出ないのですか？はい、出ません。こんばんは。みんなの応援に行きたい、行きたい、回りたいと思います。ああ、そういうことね。まあどっちでもいいよくないですか。こんばんは。意味が伝われば。こんばんは。花火大会だからこんなに花火なんだね。これはさ、浴衣花火じゃないよ。なんかね、
ついてるのはキュウリ？違います。花火の種みたいなの。ありがとうございます。カラオケにラーメンワンダーランドが入ってよね。嬉しい。夏も終わるよね。まだまだでしょ。さらちゃんこんばんは。こんばんは。てかもう秋、最近てか2000何年ぐらいとかから生まれてんのが2000何年なんだけど、なんだっけ、なんかさ夏暑すぎて多分10月ぐらいまで夏ぐらいの気温だと思うんだよね。だってさ秋どこ行った、秋って9月じゃないのって思うじゃん。でしょ。だけど9月じゃないじゃん秋って。インスタントラーメンの記念日なの？え、どういうこと？花火の種？あの花火ね、これってさ説明書読めばよかった。ちょっとママータブレット持ってきて。雨狩りと、え、うん、え、ママが変顔した。あざまりと、はい、ということで初見です。はい、嘘です。見てくださいね今日も。待って、ちょっと待って、あの私タブレットとも LINE メールを連携してるんで見れるんですけど、でも全然タブレット更新で見てないからめっちゃ時間がかかるんで、ちょっと見ていきたいと思います。え、今日はチキンラーメンが開発、間違えた、発売された日。すごっ。ちょっと待ってね。みなちに LINE 返して、はい、なんだっけ、あれですよね、どこ行った、あ、ありました。今日は、今日から、あ、待って、今日から、あ、ほんとだ、今日からじゃん。な、え、浴衣祭り&大花火大会だって。みなちは既読スルーですか。いや、みなちは全然既読スルーじゃないです。多分すごい、今年も、間違えた、今週も、あー、そうか、イベントがあるんだね。だからか、だから素敵な、素敵なあれが増えてんだ、ギフト。いや、え、加藤玲奈さんとかいる、中西千織さんとか、打ち上げ達成、打ち上げ花火打ち上げ達成キャンペーン、キャンペーン期間中対象ギフトをギフティングされたメンバーとギフトを送った視聴者さんが自動でエントリーされ、1、10、100、1000、10万、20万ポイント達成したメンバーに特典が、新、あ、ちょっと漢字が読めない、すごい。で、アイスイベントって何？アイスイベントって何？教えて、日の光、ごめんなさい、おっと、20万ポイントを達成したメンバー全員に、あの有名なアイスクリーム1週間分プレゼント。あ、なんだってなんだって。いや、でも20万でしょ、20万でしょ、ちょっと待ってください、すごっ。
20万ポイントってありえないぐらいすごいポイントで、25今日でしょ、26、27、28、29、30、31、7日間、7日間で20万ポイントを達成したらアイスが20万ポイント、間違えた、1週間分プレゼント、嘘でしょ、やばくないですか、20万ポイント貯まるかな、アイス欲しいけど、みんなみんなアイス食べたいな、対象ギフトだって、一寸玉2021、三寸玉一尺、三寸玉2021、一尺玉2021、タコ花火2021、小熊花火大、四尺玉、あ、間違えた、四尺花火数つ2021、みんな、でも20万ポイントってすごいよね、そうなんだよね、20万ポイントすげえな、頑張る、いや頑張るのはサラじゃなくてファンの皆さんになっちゃうんですけどね、ごめんなさいちょっと待ってね、厳しいよね、いやそうなんだよね、でもさ、アイス食べたいでも7日間なんだよね、やばい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 、厳しいよ、あやばい、厳しいって聞いちゃう、お願い、いやでも確かにな、そうだよな、厳しいよな、そうだよね、他のメンバーも星は対象外、そうみたいです、無料のやつもあるし有料のやつもあるみたいで、あーください NCT はビスイベントがあるから3日間かと、あそうなの、じゃあ無理じゃない、えどういうこと、じゃあ今日はダメってこと、どういうこと、 NCT はビスイベントがあるから3日間で20万ポイント、それは無理だ、それはじゃあやめた方がいい3日間なの、なんでなんで3日間なの、じゃあ無理じゃない、3日間で20万ポイントは無理じゃない、だって7日間でもギリぐらいじゃんやばくない、それは普通にやってみないと星だぞ、よし、あ、ありがとうございます、ヨーヨー水ヨーヨー、なんで3日間じゃあ無理だね、アイス自分で7日間買うね、うんそうする、アイス自分で7日間買うことにしようかな、7日分買うことにしようかな、アイス自分でありがとうございました、楽しくシャレームしていこう、わかんない、ビス関係あるのかな、わかんないけど何でも信じるタイプだから、信じちゃったよ、信じちゃったよ、こんばんは、サラちゃんの赤ちゃん語に燃えた、いなんで無料ギフト100個だよ、無料ギフト100個だよ、あ、ビスは関係ないの、あ、びっくりした、関係あるのかと思ったよびっくりなんだけど、え遅くなってごめんなさい、いらっしゃいませ、こんにちは、いやでもさ、地雷系女子、地雷系女子、私、はーい、よいよい、捕まえましょう、この方ゴディバのカフェのマリトッツォ食べてるらしいんで、捕まえましょう、捕まえましょう、あーあ、こんばんは、
普通の人のアイス1週間分とサラちゃんの1週間分は違う。あー本当にね、1年分ぐらい1週間で、あごめんなさい、今もアイスをうちにストックしてあるんですけど、でも今は桃太郎とかがあります。毎日100個もらえるの？いやでもそうだよね、やっぱショールームは私は楽しみたいから焦りたくないからそうですね、またえ、サラはかき氷が食べたい、かき氷食べたいな、かき氷食べたい人、はいはい。でもさ、ママも言うんだけどさ、かき氷なんて氷の塊じゃんって言うんだけどさ、そう思ってる人正直に手を挙げてください。かき氷なんてただの氷の塊、氷を削っただけじゃんって、あの一度でも頭の脳みそを、あの頭の中をよぎった方、そして言葉に出したことがある方、いる方、正直に手を挙げなさい。はい、追放です。嘘です、嘘です。いや本当に、あはい、あほら、えいるんですね、いるんですね、えいるんだ。どっちにはいって言ってるか分かんないけど、だってどっちも手を挙げるようにしちゃったから。え、そう、え、かき氷を、氷をただ削っただけって言ったことある人いる？例えば子供とかに、ちっちゃい子供とかに、氷を削っただけでしょって言ったことある？私はね、ちっちゃい頃から、ちっちゃい頃にママに言われた。で、それで大体お祭りのかき氷って300円でしょ、氷を削って甘いシロップかけて300円は高いよみたいな。そんな子供の夢を潰さないでっていうことで追放させていただきます。そう思ってた方追放、あすいません、追放じゃないです、戻ってきてください。いやでもそうですよね、まあ確かにそう言われればそうなんですけど、かき氷にも かき氷の良さがあるんですよ。はい。それ言ったら綿あめとかも砂糖やん。うん、そうです。だからママは綿あめは、あの、何？拒否派？ママ、綿あめも、あの、悪口言います。まあ、綿あめの悪口も言います。綿あめは、だって、確かに凝縮、こうやって固めたらもう、こんぐらいの砂糖かもしれないんですよ。こんぐらいの砂糖かもしれない。それが大きくなって、ふわふわになって、500円の価値がありますね。そうです。はい。なのに、ママは、すごい、あの、怒ってくるんで。また余計なもの買ってて、余計じゃないから。あ、花火ありがとうございます。サラちゃんママ大人の考え方すごい。あ、大人なんで。いや本当にね、追放先はどこですか。だって追放先はどっかです。あ、ありがとうございます。土管なんて読むんだっけ、忘れちゃった。これなんでそんな忘れちゃった、忘れちゃった。ちゃんとね、正式な名前で言わないと。小熊四尺花火数通ですね。はい、小熊四尺花火数通2021、日本もありがとうございます。難しい、省略できないかな。熊数通、熊四尺2021、クマありがとうございます。花火のタコみたいなのありがとうございます。花火もありがとうございます。チョコバナナはいい、チョコバナナ私あんまり食べなくて、それはだから怒られなかったですね。へへ。新潟スイーツ部との兼任予定は、いや今戦ってるんで、でも新潟スイーツ部のスイーツ食べたい。母が厳しい分娘は反抗につながってる。だっておもろ。かき氷は芸術だよ。そうだよね。したし、そのママの想像しているかき氷はきっと、まあ氷を削って、あのシロップ、メロンとかブルーハワイとかかけるかき氷を想像してると思うんですけど、この世の中のかき氷はもっともっとすごいのがございますよね。フルーツが乗ってたりとか、あのミルクな感じで削ってあったりとか、かき氷の氷自体がミルクだったりとかね。
そういうの知らないんだきっと。そうやね、そうやで、練乳上からかけるんやで、今時の JK は。あんま流行りに乗れてないけど。お菓子には夢があるんだ。そやで、うん。そやで、家ではサラはずっとメロンのシロップをかけてると思うけど、そんなもんじゃないんやで。かき氷は奥が深いんやで、ほんまに。ふっ、50カウントあった、ありがとう。それそうだよね、かき氷すっげー儲かるよ。え、かき氷はしようかな。かき氷はメロンですね。はい、私はメロンです。だいたいあのなんていうの、オーダーメイドじゃない、なんだっけ、スタンダードはの味だと、いちごメロンブルーハワイレモンじゃないですか。あのなんだろう、お祭りとかで売ってるような。私は絶対にメロン派です。新潟でおすすめのかき氷を食べれるところは、それがですね、なかなか私はかき氷というスイーツをね、あんま食べたことがないので、はい、そうですね、新潟 スイーツ部とかに聞いて、あ、すいません、ラーメンのことしか。はい、カルピスの原液かけるとうまい、わかる。カルピスって美味しいよね、大好き。お家にさ、ママがカルピスの何、原液っていうか薄めて飲むやつで好きなんだけどさ、そう、最近はないんだけど、なんかちょっと前めっちゃ買ってきてて好きでした。ただの氷だと思ってるけど、削り方で空気を抱くから違うよね。え、わかんない、そこまではわかんないんですけど、でもなんかすっごい細かく削るやつと、何、でかくなるやつとか、まあそういう感じ。ブルーハワイって何味ですか？ブルーハワイがイチゴがいいな。わかんない、ブルーハワイってハワイ味じゃない？こんばんは。星の屋さんにはかき氷あるの？ございます。そう、あるの。お祭り、あ、お祭りね、最近ないからあれなんだけど、あ、花火、ですね、思い出せ思い出せ思い出せ、小熊花火ずつ、数つか、小熊仰天仰天ニュース、あ、すいません、違います、全然違う。もうなんで思い出せないの、なんですぐ忘れ。小熊四尺花火数つ2021、ありがとうございます。団子四尺玉、ありがとうございます。四尺玉、あ、これはあの花火のナレーションの人の真似。なんとか15 やっぱり練乳やね、練乳、そうですね、ありがとうございます。ヨーヨー、水ヨーヨー、自意識過剰かも、だって。え、そんなこと言ってたサラ、有名人って。え、戦いの熊花火。戦い花火ね、見たい。台湾かき氷食べたことある？ない。え、台湾ってすごいよね。すごいさ、台湾から来てるお菓子流行りとかめっちゃあるじゃん。小宮山15打ち上げ開始でございます。ボーン、花火って開いてからドンってなるよね。ちっちゃいもんカラーのかき氷作れるかな？作れますかね。まずまあサラはメロンで作れちゃいますよね。でヤヒがイチゴで作れちゃいますよね。テラヒナがブルーハワイで作れちゃって、ヤヒイチゴか、アセロラじゃないか、そうだよな。でハルルンがイチゴで作れちゃいますよね。あとアオちゃんがレモンで作れちゃって、あと富永ゆうちゃんは黒なんですけど、イカスミとかで作りますか？お願いします。花火ありがとうございます。ヨーヨーもありがとうございます。野球のウグイス城にも聞こえる？ウグイス城って何？あ、4番ピッチャー、わかんない。山田くん
こんばんは。自意識過剰を読めて理解しているさなちゃん天才。あ、私自分のこと自意識過剰だと思ってるんで知ってます。おでこ綺麗、ありがとう。花火ありがとうございます。ゆうちゃん、ゆうちゃんはイカスミかなみたいな。あおちゃんオレンジだけど、まあ、黄色でも代用できちゃう。ヨヨいっぱいありがとうございます。うさらは宇治抹茶の可能性も。いや私はメロンで。ヤヒはピンクの色を選びそう。まあ、確かにゆうじゃねえや。ヤヒはどっちかっていうと赤よりピンクの方が好きなのは知ってるんですけど、ピンク担当のメンバーがいらっしゃって、うん、ピン止めは空豆ですか。そうです。ゆうちゃんイカスミ、え全然浮かばなかった。ごまとかがいいかな。でもゆうちゃんイカスミパスタ食べてたんだよね、結構前に。だから好きそう。知らないけど。いや本当によくわかんないんだけど、ゆうちゃんはイカスミパスタ食べてたから多分大丈夫。ゆうちゃんはすりごま、あそうだよね、ごまがいいかな。でもごま好きなのかな。イカスミが好きなのは食べれることは知ってるんだけど、ごまはわかんない。ごま塩とか食べたことないかもしれないじゃん。うんうん。そうだよね。そういう時もあるよね。え最近ええ髪の毛伸びたんです。やったー。お皿眉毛今日綺麗。今日もゆうちゃんおはぐろになった。えわかんない、多分なってない。だって覚えてない。チョコとかあるかな。あチョコか、確かに。緑先輩いなくてよかったよね。あそうですね、先輩のを見て決めました。みんなそうだと思うけど、だから被らないように。被らないようにいたしました。ありがとうございます。ブラックコーヒー、ブラックコーヒーはブラウンコーヒー。ハートありがとうございます。ちょっとなんか壁にお掛かりたい。あコーラいいね、確かにコーラだわ。ゆうちゃんの手料理食べたことある。手料理ある、ある、全然ある。ハート100個ありがとうございます。ちょっとこちらのすごく机みたいなのをもうちょっと手に入って、私は壁に4日かかるって言う。4日かかるじゃない、あ、それも言わないか、4日かかるじゃないか、よくわかんないんだけど頑張っていきます。ヨーヨーありがとうございます。先輩この色くださいって言えないよね。いや言えるわけないですよね。私何々お生意気なって感じになりますから。あ私そうです、あんまり言いたくないけど、最近さら最近綺麗になったよね。ありがとう。なんであんまり言いたくない、言ってくれ。抹茶のスイーツ好き、え大好きです。そら渋いのがどちらかというと好きなので抹茶好きです。劇場で客全員が白 T で緑をしさいに、あちょっとさいにしたらメロンかき氷だ。せやな、一人でメロンかき氷。お皿の眉毛結構横幅長いね。あそう、うん、私は 4G に変えた。ヨーヨーありがとうございます。この夏一番の思い出、むずこの夏一番の思い出は、うーん、なんだろう、あ親戚が来たこと。さなちゃんのギガがせやで、こんばんは、こんばんは、見てってください。そうですね、この夏一番の思い出は親戚が来て、あと親戚のいとこの子供の女の子と仲良くなれたことです。少し最近食べて美味しかったものはメロン、違います、八宝菜です。ハート500個ありがとうございます。実はそうなんです。こんばんは、こんばんは。
ジュオンみたいになってるやん。ジュオンって何？え？こういうこと？ジュオンって何？調べちゃうよ。何歳の子？1歳。未知数でした。サラちゃん、子供と遊ぶの得意？はい。はっきり言わせていただきますが、とても苦手です。ラーメンも美味しかった。ヨーヨーありがとうございます。あ、確かにサドロッケです。八宝菜が美味しいなんて大人になったね。あ、そうですね。ちっちゃい頃から大好きです。こんばんは。花火ありがとうございます。ジュオンはホラー映画。え、待って、絶対に絶対に調べなくてよかった。ヨーヨーたくさんありがとうございます。お墓掃除してお小遣いもらったことでしょ。あ、まあそれもありましたね。決めつけないでね。この前サメカツナ公園のグリフラで劇場みんなお皿足になってたよ。わーい、どういうこと？知らない人が来るとジロサちゃん人見知りするの？はい、来ません。え、ちょっと大丈夫です。ジュオンの説明は。中華料理は何が好き？チャーハンとラーメンと餃子が定番です。あ、絶対に読まないです。ホラー映画のコメントは今から調べたくもないし、ガチで無理なんですよね。中華料理とかに何があるの？冷麺。でも冷麺そこまでじゃない。じゃあラーメン。そうですね。なんだろう、なんだろう。ジロサちゃん外に出したら帰ってこない？外に出ません。歩きません。散歩をいつかジロサちゃんとしたいんですけど無理でした。あ、冷麺は韓国料理か。劇場緑一色はお皿推しだと思ってます。正解です。緑にした瞬間みんなお皿推しです。晩ご飯うな汁を食べようと思うんだけど、さらちゃんうな汁好き？え、好きです。ラーメン好きなんですか？はい、意外だと思われるんですがラーメンが好きです。やっぱりね、そうですね。そんな大食いに見えないと思うんですけど。見えますよね。え、すごい、全然読めない。おさらは恋愛映画好き？はい、映画だったら。でもドラマとかだったらなんかコメディとかが好きです。あと学園もの。中華料理屋さんに行ったらまずビールと餃子です。はあ、すみません、二十歳未満ということで、餃子美味しいです。宇治屋市の片貝祭りは今年するのかしら。多分なんですけど11月に開催予定みたいです。散歩をジロサと一緒に。行きませんよジロちゃん。髪を切ったカエリちゃんとマナちゃんにはもう会った？会ってません。あ、会いません。会ったかも。会ってないです。会った、会ったような気もするんだけど会ってないかも。サラちゃん今日夕飯食べた？うずらの卵をすごく食べたらお腹いっぱいになっています。小町さんの雑誌買ったらラーメン特集ですよ。そうだよね、買いたいと思ってたの。ラーメン好きのサラちゃんはイケメンの俺も好きですか？ああ、そうですね、私人間顔じゃないと思ってる。いや、そうですね、みんな好きです。星田プルダクポックンミョンみたいな辛いラーメンは？はい、そうですね、前食べたことがあるんですよ。そちらをお家に買ってお家で食べたことがあるんですけど、口から火を吐いたのでやめました。チンジャオロースか。めっちゃ感じあるんだね。チンジャオロースは糖八宝菜ってことでしょ。八宝菜です。妖怪大戦争は見たい？あ、そうです、テレビでやってたら。
浜辺みなみちゃん可愛すぎん？はい、もちろんじゃないですか。可愛すぎ。どっちや？新潟県には美味しいラーメン屋さんがたくさんあるんですよ。知ってましたか？はい、一応知っておりました。え、本当に多いよね。あ、ちょっとごめん、巣に戻っちゃうんだけど、あのなんかさ、普通に道歩いてたらさ、ラーメン屋さんのラーメン屋さん、ラーメン屋さんの隣とか、ラーメン屋さんの 1,2,3 軒目の隣とかに普通にラーメン屋さんがあって、え、もう全然なんかさ、すごいなんか主張が激しいラーメン屋さんとか、すごくおしゃれなラーメン屋さんとかいっぱいあるんですよ。すごいなんか多分一生かかっても回れないぐらい多いと思う。いや、回りたい。小食の人は経典さんの大盛り絶対食べれないぜ。一応小食売りをさせていただいていたんですけれども、はい、そうですね、バレてしまいました、大食いということが。口からファイヤー、イエイ。いや、本当に口からファイヤーすぎて、あれはマジでダメです。あの、むやみにうわ食べてみよう挑戦っていう感じでは食べちゃいけないものだと思いました。プロダクト組みたいなやつ。ラーメンあれに食べて、なんでサラは太らないの？はい、太っております。大変なのでダイエットをします。はじめまして、はじめまして。わ、韓国語だ。ありがとうよ。八宝菜の8つの宝は何ですか？あと、ドラゴンボールです。どうしたサラ、ふにゃふにゃしてるぞ。いつもです。おじゃは美味しいラーメン屋さんが多い。え、わかる、本当にわかる。かぐや様は小倉世帯好きそう。実は見たことは、前の映画は見たことがありますが、今回ではあまり見る気がないです。そうです、お友達に誘われていきました。うん、まあ正直映画はなかなか見ないんですよ、私。そう、一人で見たりとかする場合もあるんですが、正直ね、あんまり見ない。あ、でも見たのもある。どうしても見たかったのは、最近は東京リベンジャーズを見ました。それは見たくて一人で見ました。でも大体誘われることが多くて、そういう時はお友達、学校のお友達とかに、地元とか誘われました。人気も、あ、すいません、口を閉じます。新潟県にラーメン屋さん100軒、1000軒ぐらいあるみたいで、1000軒、2年3年以上かかるぐらい、1日1店舗回ってもやば。東京リベンジャーズ好き？はい、見ております。アニメと映画も見ました。さらちゃんとラーメンツアーしたいね。してみたい。え、わかる、ラーメン部のね、 T シャツでも、そういうお話も多分出てるかもしれないので、ちょっと待っててください。ラーメンくらい安心して食べに、食いに行きたいよね。そうですね、でも今は本当に辛抱だって、コロナが流行っているんだもん。本当にラーメン以外にもさ、まあいろんなこと、いろんなとこがあるじゃん、まあ、もちろん映画館とかさ、本当に、はは、食べに行きたいし、気楽にいろいろ行きたい。東京リベンジャーズ誰推し？はい、待って待ってね、ちょっと待って、ちょっと待ってください。え、ちょっとそれは悩むんですが、三ツ矢、三ツ矢だっけ、忘れてしまいました。痛い。名探偵コナンの映画は絶対見ます。だって名探偵コナンは一回も見たことない、映画館で。でもあれは見たことある、あのやってるじゃん、新潟で。間違えた、テレビで、新潟でやってんだ。あ、そうです、何番隊、1番隊です、多分三ツ矢。はい、そうですね、でもみんなかっこいいと思います。ちふゆ、わかります、ちふゆかっこよかったですよね、アニメで。
東京にリベンジするの？はい、嘘です。コナンは、あ、わかる、カドさん好きですよね。サラちゃんのおかげで背脂系も以外も食べるようになりました。私もなんだろう、やっぱおじやとか長岡とかにしか食べになかなかその NGT 入る前とかは行かなかったから、そう、醤油、生姜醤油が私もスタンダードっていうか、かその昇龍さんとか京天さんのボリューミーな感じのラーメンが私の馴染みラーメンっていうかだったんですけど、そのラーメン部の、あの活動とか、そうロケとか、その新潟でラーメンを食べる時とかが増えて、あのカレーラーメンとか、そう私未知数だったんですけど食べに行って、うわ美味しいなと思って、なんか新しいラーメンに、そうめっちゃ混ぜそばとか出会えてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。これからは恩返しをみんなにできるように、はい、もっともっと面白く頑張ります。面白くラーメンの魅力を伝えつつ伝えられるように。テレビと新潟を間違えたの？はい、そんなことあるんですかね。そんなことないでしょ。ラーメン部のカツ丼？はい、何ですか？四尺玉来た？え、何？何ですか？変な。ラーメン部でロケ、ロケに行くとそこが聖地に。え、本当にあのツイッターとかでそのハッシュタグをつけてくれる、聞くれるじゃないですか。そう。で私あの恥ずかしながらエゴさんというものをさせていただくことが多いんですけれども、それでラーメンが出てきて、その私たちが回ったお店にいてくださる方もたくさんいたりとか、あと自分のおすすめ、その方のおすすめのラーメンとかをツイートしてくださって、そうそう、すっごく楽しみ、なんか嬉しい、ありがとうございます、いつもありがとうございます。食べに行きたくなるし、すっごい、はい、NGT を見てなかったらラーメン屋一人で行くことはなかったよ。いや本当にね、私も一回だけ一人ラーメンをしたことがあって、そう、あのちょっとあのドキドキしましたっていう感じで、大食いになったのは京天さんと昇龍さんのせいですね。そうですね、せいというかおかげですね。あのラーメンは、あのラーメンは冒険し、そうなんですよ、なんかこれも食べてみようかなっていう、何気持ちになります。そう、いつもなんか真っ先に醤油ってなっちゃうんですよ、私は、とかそのつけ麺とかになってしまうんですけど、そう、なんかあれ味噌も美味しそうだなとか、塩も意外とうまいんだよなとか、すごい思って冒険するようになりました。お皿持てそう？え、本当ですか？そう思ってくれるだけで嬉しいです。ですが、モテません。びっくりです、モテません。ありがとうございます。スイーツ部に勝てると思いますか？はい、だってあゆ太郎さんですよ、そして富永ゆうちゃんですよ、勝てるでしょっていう強気な面をあの部員たちが見せて、あの勝ちに行くってことですね。頑張ろう。花火ありがとうございます。サラちゃんワクチン接種してんのかな？まだです。次はラーメン部でバンジージャンプに挑戦だね。え、ガチで怖いです。バンジージャンプ考えただけで怖いです。とりあえずラーメン屋に行くとツイートします。ありがとうございます。エゴさしてくれるだけで投稿しちゃう。わあ、ありがとう。あ、花火ありがとうございます。ツイートしたことないからしてみようかな。ぜひぜひ。二郎系とか家系が好き。え、わかります。二郎系あまり食べたことないけど食べてみたい。メニューがいっぱいあるラーメン屋さん困る。あ、わかります、いい意味でね。そう、なんか来たくなるよね、もう一回。これも気になってたから次来た時は絶対これ食べようとかね。さっきここの壁にさ、ガリってした音がさ耳に残って結構えぐいです。やっぱり最後は醤油を選んで、そうですね、ラーメンワンダランダなんで、はい、心理戦得意だな。はい、とても心理戦の神と呼んでください。あ、そうです。
あゆ太郎さんとゆうちゃんセクシー対決、あそこが対決するんじゃないんで、あの緊急招集会議見てる途中にサラからいいねは嬉しかった。おタイミングの問題難しいですね。今緊急招集会議見てるかもしれないからいいねっていうことで頑張りたいと思います。日向パイセン負けそうですか？そうですね、負けてほしい。あ、すいません、そんなことは言えません。本気で戦ってどっちが勝つかって、本気ですから。どちらも駅南の麻婆会館の麻婆麺が美味しいらしい。そうなの？誰か連れてこう。ラーメン屋さん行くと餃子も頼んじゃう、そしてチャーハンも頼んじゃいますよね。テレビ CM 流れてたね。本当？嬉しい。まだ行ってないラーメン屋さん、間違えた、まだ行ってないラーメン屋はラーポンのクーポンで試すのがおすすめ。確かにクーポンめっちゃお得ですよね。あゆ太郎さんギャルはかわいい。おー、ジロサちゃんはラーメン二郎から改名したの？いえ、たまごっちからです。命名したのだった。いえ、たまごっちからです。あ、ホラーみたいな音ね。そうです。サラちゃんは最善で見てるのかな？見たいです。最善で見たい。でも応援するから、どこで応援するんだろう、家かなって。そうですね、痛い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 。あ、え、こちら、こんにちは。見ててください。行ったことないけど、太一さん塩か醤油。え、そうかも、確かに。でも生姜醤油が有名なお店なので。デッキーとか行ったことある？ない。ラーメンには煮たまごっちを乗せる派ですか？煮たまごっちは乗せられた、あ、間違えた、乗せてあった方が嬉しいです。でもどちらでも。お皿かわいいな、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。やばいやばい、変顔しないって決めたじゃん。ヨーヨー、ありがとうございます。はい、うんうん、あ、やっぱ間違えた。逆にたまごっちでジロサを育成したい。ジロサちゃんはね、お猿じゃない、おやつをねねだるたまごっちだよ。ラーメン屋さん行くとお酒が進んじゃう。そうなの？待って、まだ大人の世界だそれは。ちょっとまだビールとかお酒とか飲めない年なんですよ。一応見えないかもしれないけど、大人っぽく見えるかもしれないけどね。うんうん、そうだよね、うん。ということでですね、はい、変顔ドクチンもツイートしましょうか。え、やめてください。やめてください。そうなんですか？違う違う違う、誰と今話してたさ。そうなんですか？あ、おさらっちでさらちをスーパーアイドルに育成。うわー、今度カラオケ配信してください、待ってます。はい、いつか死ぬまでにはしたいと思います。はい、そうですね、あの秘宝なんですが、あの結構前にイヤホンをなくすということで、買ったイヤホン盗んだ。大丈夫です、子供っぽく見えます。え、はは、死なないで。はい、それは秘宝やな。はい、結構あれです、大人っぽく見えるけど、喋ると年相応かな。はい、でも年相応でよかったです。大人っぽく見えますか？ありがとうございます、とっても嬉しい。え、めっちゃ嬉しい、ありがとう、握手しよう、イエーイ。僕盗んでません。盗んでます。盗んでます。あ、
朝配信のダンス配信見たい。あ、いっか、朝配信はちょっとしないかもしれないんですけど、ダンス配信したいです。え、なんかレッスン場とかでしたいんだけど。他のチームと兼任とかしたい？そうですね、 NGT そんな2つも難しいですよね。だから私は NGT で自分が成長したいです。こんばんは、大人のレディですね。はい、当たり前です。ずいぶん成長したよね。はい、とても大人っぽいです。大人っぽく見えるよ、あおちゃんよりは。あ、よかった。あ、大人っぽく見えるってこと？中身じゃないんだ。14歳ぐらいに見えます。なんですってなんですって。そらちゃんのハートなる盗みたいです。盗んでください。テラピとダンス配信とかしないかな。テラピ誘ってみます。そらちゃんのサイン入り生写真ツートの通常版もう一回読みます。そらちゃんのサイン入り生写真の通常版やっときました。ありがとうございます。いっぱい報告してくださった方もいらっしゃってありがとうございます。嬉しい、気合を入れて書いたので。大人のレディはそんなこと言わないのね。大人のレディはそうですよね、そうですよね、こういう感じ。あ、今日生写真届きました。イエーイ、イエーイ。大事にしてください。ありがとうございます。最近はチックラと山ここ兼任だよね。そうです、そうでしたそうでした。はい、サイン生写真もう一回いきます。サイン生写真を見るとモチベが上がるぞ。イエー、テンション上げてくれてとても嬉しいです。私も書きがいがあります。ありがとう。時々しか来ないからけど、ごめんなさい、時々しか来ないけどちゃんと米拾ってくれるの好き。サラも好きです。生麦生米生卵は得意です。はいはい、今から用事なんで失礼します。バイバイ。こんばんは、あおちゃんの生誕祭当たってしまいました。それは楽しむしかないですね。いやー、人をね、あのお祝いする気持ちは人間として持っておいた方がいいという考えに至ったということで私は持ちますAKB と兼任してほしいな。いやいやいや、そんな簡単なことではないですしね。兼任っていうのはだって2つのグループでさ活動するってことだから、すごいことだと思います。だってコンセプトも違えば、曲も違う、ダンスも違う、衣装も違う、公演も違うから、すごいよね。うん、私は NGT でもっともっと成長したいですね。あおちゃんとの、あおちゃんの超音波聞けるかな。はい、聞けます。すいません聞けないです、わかんないです。おさら3つ目の公演の参加あるの？え、今のところはございません。ようよう、ありがとうございます。え、ねえねえ、すごいさ、私の顔映ってないんだよ。なんで？それは何でもです、通用すると思います。通用？キタリエさんみたいな感じで。そう、キタリエさんはだってすごいじゃん、素晴らしい方だから。 AKB もしてねえ、と東京特許許可局、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 NGT オタと HKT オタを兼任してるので忙しいです。それは忙しそうだだるまさん、ありがとうございます。あ、57分ということでランキングを読まないから横にして、あ、すごい、横にしたらすごいあれが見える、あの背景がよく見えます。ランキングを読みます。13位山田のピクチャーさん、ありがとうございます。12位マサさん、ありがとうございます。11位リエコさん、ありがとうございます。10位
じゅんはんさん、ありがとうございます。9位あきらちゃん、ありがとうございます。8位たけぞうさん、ありがとうございます。7位のんのんさん、ありがとうございます。6位まるちゃん、ありがとうございます。5位さっと777さん、ありがとうございます。4位たむちゃん、ありがとうございます。3位やすろあきさん、ありがとうございます。2位ガミさん、ありがとうございます。そして1位はりゅうさん、ありがとうございます。お疲れ様です。皆さん来てくれて今日もありがとうございます。このルームをまずフォローしてない方は必ずフォローしてください。そしてインスタグラムにまた投稿したので、そちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。ツイッターもやってるのでぜひ見てください。あと755とフォトログとメールがあるのですが、ぜひねフォトログやメールぜひ撮っていただきたいなって思います。気合い入れて頑張りたいと思います。はい、ということで、はい、そうですね、今日からビスイベントが始まってるみたいで、あの NGT メンバーもすごくたくさん出ているのですね。はい、なのでみんな、私は今年は出ないという選択をしたんですけど、まあ、理由が気になる方は今おしゃべりしますが大丈夫ですかね、気にならないですかね。はい、あのみんなのことを応援する立ち回り、間違えました、応援したいと思うので、ぜひ皆さん NGT メンバーの星3周とか、私も時間があったら応援しに行きたいなって思うので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。気になりますか、ビスイベントを参加しなかった理由は。あ、今日からじゃないんだ、前から、あ、28日か。あのビスイベントを参加しなかった理由は、あの単純なんですけど、学校と並行するのが難しいという判断に至ったっていうのがまず一つございます。はい、ショールームイベントを何回かやらせていただいたことがあるんですけど、あのやっぱり学校があると不利なんですよ。日中ができないので、8時から17時までできないということで、この空間ですごく差が広がることもあるし、そのもちろんね、皆さん強い方々ばっかりだから、その差だけで、その差だけじゃないと思うんですけど、やっぱりこの今中学校じゃないですね、私は高校生です高校2年生ということで、こうまだ学生なので、学生的には、あと私は夜22時までということで、夜22時までそちらも不利ということで、本当平日、今は学校夏休み期間なのでずっとできるんですけれども、もうそろそろ学校が始まって8時から17時、そして私が配信できるのは17時から22時ということで、その空間と朝配信ということで結構不利な状況で、去年出た理由は去年出た理由がそれにあって、去年は自粛期間中だったので結構配信ができたんですよ。そうです、だから参加させていただいたんですけれども、そうなんです。でも今年はやっぱ学生に不利だし、そしてその皆さんにその簡単に応援してくださいっていうこともやっぱりね、皆さんの時間とかやっぱ簡単にねできることではないと思うから、私は参加するのを辞退というか参加をやめました。はい、もちろんビスさんに乗りたいっていう気持ちももちろんあったんですけど、やっぱりねそういうことを考えて参加するのをやめました。なので今年のビスイベントはみんな NGT のメンバーもめちゃくちゃ結構出てると思うので、はい、なので皆さんにとね一緒に応援に回りたいと思います。精一杯応援して、自分が参加できるようにみんなと同じ学業を専念しなくてもよくなったらまた出たいなって思うので、ぜひその時まで待っていただきたいなって思います。よろしくお願いします。バイバイ。ということで皆さん、また明日とか会いましょう。メール見てねバイバイ。
ありがとうございました。